毎度ヤンです。第2回アーティスト企画ってことで、本日はですね、まあ外選手が64レベルになったということで、まあ中途半端なんですが、まあスピリッツ負けやっても多分ね、あんまりパワーは下がらないと思うんですよ。まあアーティスト企画なんで、まあ全員アーティストでやっていきたいと思いますってことで、一応外選手がねパワー79なんで、まあまあだ特殊能力が出たら多分 A 乗るんで、もう全員言うたらオール A 状態。まあやっていきましょうか。そしたら僕結構アーティスト打線が一番好きかもしれん。さあマッチングしましたね。相手がペウアさん、よろしくお願いします。あ、通知来た相手がランカーの方、結構モサっすね。打率4割9分3厘で476。まあ流れは乗ってきてるでしょうね相手の。いやこれ相手ちょっと強いんちゃうか。これ青のリボン持ってるから結構強いと思う。さあお願いします。先行はねやっぱりもう0点で抑えるのが一番ベストだけど、菅野選手なんでちょっと怖い部分がある。まあ外角方から攻めていこうか。最初は電波悪くて、さあずっと電波が悪い、えぐいって。マジでこれ3分経ってるよマジで。さあ早く始まらんかなと言ってるけど、多分これあれっすね、試合なんないっすねこれやばってえぐい。俺これでもし俺が負けたらマジでえぐいんやんけど。これあれやろ、ポイント100ももらわれへんやんか、もし負けたら。いつもあってえぐい。なんでこの場合どうしたらええの俺。はい、意味わからんってこれ。はあ、ちょっと意味わからん。なんで俺はリタイアする気ない。見て、うわ最悪マジで。これはこれは一番だるい。2戦中1勝したら勝ち星5個もらえたのにパリだれ。次ないとボコボコいくわ。さあマッチングしました。相手がレニーさん、松坂投手。いや松坂投手俺あん初見かな。まあボコボコいかしてもらいますわ。さっきのちょっと勝負があったんで。さあ当然ながら、お1番バッター村林ですよ。おお1番バッター村林、気合い入ってるね村林。さあ1番バッター村林、あー、オッケー、スライダーね。相手が縦カットフォーク、オッケーオッケー。これフォークの多分ね打ち上げると思う俺絶対。いやそこストレート、さあアーチスト打線でボコボコいっちゃう、あくそ赤打ち上げるわマジで。赤ちょっと待って、切り替えなあかんわこれほんまに。いやご集中していこう。いやバッスティングクソマジでやばい、これはえぐい。ちょっと待って、打たれる自信しかないんやけどこれ。さあ相手が松井和夫なんで D カーブから外角1回攻めてみようか。1回が D カーブ、あ、そうやそうや、みんなにちょっと報告があって、山岡投手なんとスピリッツ改造最あかん、開幕クリアはスピリッツ解放3800までいきました。オッケーオッケー、ナイス。あとはレベル上げるだけでスピリッツ3800になるんで、変化量マイナス1がきっとなくなるはず。さあなっていこう。はい、ここから縦スラね。次はここから縦スラいって、はい取れる、オッケー、ナイス。さあ変化量もだいぶ分かってきたんでね、打っていく、オッケー。これは抜けない、いやー長径かよ。アーティスト打線で長径はちょっと痛いけど、まあ俺はホームラン狙ってるんで。強振はそこか、止まへんねんけど、なんでマジあそこの球難しいんやけど、ほんまにあそこの球俺苦手や。俺ついからもう振らんとこかな、あそこ来たら。さあ効果がアーティスト出てるんで、もうここはもうぶっ放していきたい。ぶっ放していく、強すぎるそうやんな、あの角度飛ぶやんな普通。いやいやほんまあの角度よう分からんねんけど。はい、オッケー、ナイスマッチ。うわ、いやーあっちと打線で一本ははずいわ、なんか一本しか打てへんかったわ。さあここから内角から入ってくる、オッケー、ナイス、入ってくるスライダー。いやこれも縦スラから入っちゃいましょうか。ここちょっと甘めの縦スラ入って、いやガチでオープンの長径してた。いやこれはコナミさんにありがたく言わなあかんわ、勝手に長径してくれてた。俺は引っ張り芸かや基本は。さあここ縦スライって、これで決めて行く、オッケー、ナイス。いやー対戦ありがとうございました。アーティスト打線って守備が不安よねってことで、さあヒーローインタビューですね。はい、毎度山岡です。まあ佐々木朗希に続いて私も完全試合させてもらいました。以上、はい、またチャンネル登録、高評価、コメントをぜひお願いします。ではまた。